YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。見てください、これがですね、全部あれなんですよ。長野県産コクワガタになります。それで一番最初にね、サナギになったのがこれなんですよ。その次にこれがサナギになって、今これがね、ちょうどサナギになってます。ほら、見えます？これそうなんですけど。で、残念なお知らせなんですけど、全頭3頭ともオスでした。長野県産コクワガタをね、売ってくれた方がですね、お手紙とかくれてね、オスとメスペアでくださいって私言ったらね、自信ないのが3頭送ってきたんですけど、全頭オスでしたっていうオチになります。それでこれがですね、ちょうど今ね、羽化してるんですよ。見てください、これ羽化中なんですよね。で今ね、ちょうどいい感じです。見てください、ほら見えます？ちょっと見づらいかもしれないですけど、これちょうどね、今羽化して、色がね、ちょっと茶色っぽいんですけど、見えねえかな、こんな感じになってます。ということで今日はこちらがね、もう2番目にサナギになって、今これサナギになって、全部サナギなんですけど、サナギで羽化してるんで、これはもうね、確実にもう一番最初にサナギになった個体なんで、これはもう絶対羽化してると思うんですよ。ということで今日は長野県産コクワガタを掘り出したいと思います。これ1個だけね。裏番台太郎丸のタブクワ動画ということで、長野県産コクワガタ、お待たせしました。掘り出しに入ります。これね、この辺にね、洋室あったんですよ。でも何も見えないんで、多分これじゃないかと思ってるんですよ。なんでちょっと掘り出して、ね、見てみたいと思います。金もね、だいぶ劣化してると思うんですよね。あー、硬いな。おい、あ、怖い。サクッていくときあるんだよね。怖いね、怖いね、怖いね。もう、ああ、もうどの辺にいるんだろう。どこら辺にいるんだろう。わかりません。うん、この辺にいそうだな。この辺にいそうじゃない？うん。コクワそんな大きくなかったんで、コクワの方も。ん、この辺からちょっと慎重に行った方がいいっすね。ここら辺だと思うんですけど、柔らかいですね、この辺。柔らかい。おー、出てきましたね。生まれました。ハッピーバースデーです。コクワ生まれました。へえ、やー、ほら、かわいいですね。小さいコクワです。ほら、ちょっと背中にね、あれがついてますね、サナギの。おー、すげえ、コクワ生まれた。まあ小さいんですけど、すごい可愛いですね。これはいいわ。ということで、長野県産の
コクワガタの掘り出しになります。ご清聴ありがとうございました。かわいい。裏磐梯太郎丸の株価動画。